中井雅宏医師の衝撃指摘に学全体の一部がどんどんちっちゃくなってきている。タレントの中井雅宏50人が19日パーソナリティを務める日本放送中井雅宏オンオンエア土曜午11.00に出演。年齢を重ねるごとに体のある一部分がどんどん小さくなっているという衝撃事実を明かした。写真あり。 中井正宏著貴重なゴルフ写真、キャディで参加したかった、メンバー豪華すぎ。この日はリスナーから届いたハガキを次々に読んだ中井。その中に、夜寝る前に、最後にやることは何ですかという質問があった。これに中井は歯磨きを思い浮かべたのか、僕ね、歯がちっちゃいです、と切り出し、もともとちっちゃいんです。もともとちっちゃい上えに僕、 歯並びいいです。刺し歯もいくつかあるのね。インプラントも下の歯に、とまずは自身の口内事情を赤裸々に語った。そして、歯並びいいですねとかよく言われるんですけど、歯医者さん曰く僕は歯ぎしりで歯並びが良くなってるんですって。僕、下の歯も上の歯も信じられないぐらいまっすぐなんですよ。うん。まっ平らなの。でこしてない。 剣士がないのね、全部まっすぐなの。これ、10代からずっとまっすぐなの。理科室にあるみたいな歯だって、と詳細に説明し出すと、番組スタッフも思わず苦笑いとなった。歯ぎしりに関しては、中井に限らず、誰かに指摘されないと自分ではわからない。また、なぜ歯ぎしりするのか原因もわからず、歯ぎしりを止める薬もないとされる。 ただ、中井のまっ平らな歯は専門家が見れば歯ぎしりによるものだと推測はできる。かかりつけの司会からは、中井さんの歯はどん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 ちっちゃくなってきている。これ以上ちっちゃくなると歯茎にも影響が出るという衝撃の指摘を受けたそうで、歯を保護するためのマウスピースを作って、それを着用してから寝るように指導されたのだという。だが、中井はマウスピースを作ってもらってはなくし、 また新しいものを作ってもらう。でもまた紛失し、着用するのを忘れては、視界にごまかす。という生活を続けてきたのだとか。どっか行っちゃうんだよね。マウスピースは、透明だったりするからわかんなくて。僕、捨てちゃってんのかなーって思っちゃうと、自身の行動にも疑心暗鬼の52歳。両方の歯につけるとお、お、えっとなっちゃうとし、歯ぎしりってことあるかしら。 とそもそも完全には自分が歯ぎしりしているかどうかも信じきれない様子だった。